みなべ水崎の、メガ、落第岩の近くです。ここはこういう風にハイドプールがいっぱいありますんで、満潮時にはここに落ちて、しまうっていうことも多いんで、十分注意してください。メガネイカの、ここは結構アオリイカで、有名なところなんですが、冬場は北西で、ね、真正面に、行けます、こういう風に足元から、落ちてるんですけど、足元は、浅いそこ見えてますんで、2メーターちょっとぐらいしか、ないですけど、ちょっとこっち側に来ると、深くなっています。一段、生え根があって、その下が落ちてるというような状態ですね。ここの下もちょっとなってありますで、こっち側がワンド、ワンドになってますけど、ここは浅い。ちょうどここから出た瞬間、そこに、潮目ができています。で、向こう側から出てくるサラシと多分当たってるところやと思います。こういうとこも、タイドプールが何箇所か点々とあります。こっち側はちょっと砂が混じってるような、海底白いんで砂っぽいところですね。